アガリクス、アガリクスは、原竹属のキノコの一種の通称。ただし、本来のアガリクスとは、マッシュルームなどの原竹属キノコ全体の総称である。標準和名は偽森の傘で、他に、変わり原竹、姫松竹、姫松竹とも。正しい学名は、冒頭で述べたようにであり、しばしばこの種に当てられているは、別種の有効な学名である。しかしながら、 本種、ニセ森の傘が1970年代に、ブラジルでと誤って同定され40年以上、使用されていたため、現在でも御用されることが多い。その場合、変わり原竹の和名で呼ばれることがある。ニセ森の傘は、ニューヨークの植物学者、チャールズ・ペックによって1893年に、初めて記載された。世紀終わりと世紀初頭の間、は、 合衆国東部で食用に栽培されていた。その後1970年代にブラジルで同種が再発見された。しかし、と、同種とは気づかれず、既存の別種あるいは稀にとして言及された。はフロリダで記載されていた種は、一般的な北温帯の森林地帯のキノコである。これら、実際は、同一種には、薬理効果があると主張され。 ABM、太陽のキノコ、神のキノコ、生命のキノコ、姫松茸、などの名称ですぐに市販された。2002年にバッサーらは当時として広く栽培されていたブラジル県産のキノコが実際はではないことを明らかにした。しかし彼らはとも別種だとし新種としてと命名した。しかし不幸なことにこの学名はすでに多種のキノコに命名されていたため、 新在異物同盟により無効名となる。2005年がいくつかの禁種の遺伝的試験や相互、生殖能試験をした結果、ブラジルで発見された。バッサーによるは、北米のと遺伝的に類似しており相互生殖能があることが証明された。また、これらの試験において、ヨーロッパのも同種であることが判明した。これらの学名のうち、など、別種の名は、 新山異物同盟として除外され、残るとのうちより古いが、有効な学名として使われる。世界各地に自生地があるが、日本で主に栽培されている系統は、ブラジル原産のかつて誤って和名を変わり原竹と呼ばれていた系統である。ブラジルより資金が日本に持ち込まれ、1970年代後半から日本で人工栽培され、 最初、姫松竹として販売が始まった。その後、いくつかの研究機関から講使用効果、免疫療法や血糖値効果作用等が報告され、注目が高まった。かつては、非常に高価であったが、1990年代に、栽培方法が確立されてに入りやすい存在とった。1990年代中頃より、いわゆるアガリクスブームが始まり、サプリメントとして、 乾燥キノコや抽出エキス等が販売されるようになり、日本国内で300億円以上とも言われる巨大な市場を形成た。そして、アガリクスによってがんが治った。というような本も多数出版されている。しかし、こうした本の多くは、いわゆるバイブル商法で用いられるバイブル本であり、問題とすべき点が多い。アガリクスと称して売られているものの中には、 タケ族のキノコであっても偽森の傘でないものも多数流通している。最もタケ族の学名がアガリクスであるので、間違った用法で入る。一般に健康補助食品として販売されており、医薬品等とは異なり効能効果を標榜することはできない。信頼できる科学的なデータはないが、免疫不活作用からがん予防、抗がん作用があるとして、 日本では健康補助食品として広く服用されていた。日本では医薬品的効能効果を標榜しない限り、医薬品と判断しない成分本質に区分される。免疫の働きを活発にする可能性があり、結果として癌の発生予防や増殖抑制が期待され、また癌治療に伴う副作用の軽減、免疫不活作用により薬剤治療の効果の向上が、 望める糖尿病や高止血症の予防作用を持つと販売業者によって謳われている場合がある。しかしながら国立健康栄養研究所の調べでは免疫の活性化を含め人手の有効性と安全性については信頼出るデータは2018年現在見当たらないとしている。アガリクスの有益な効果については以下に示すような予備的な一臨床試験 動物臨床試験等の研究報告がある。2004年に子宮頸癌等の患者に科学療法実施中の副作用の発現頻度や免疫機能を調べる人臨床試験、RCT 試験を実施し、その結果、副作用の出現頻度に関して、アガリクスブラゼーを摂取した患者の方が、プラセボを摂取した患者に比べて症状の改善が認められたと報告されている。 また免疫機能の評価に関しては、抗がん剤の投与が始まってから3週間目と6週間目の NK 細胞の細胞障害活性がアガリクスブラゼを摂取した患者の方がプラセボを摂取した患者に比べて優位に上昇していたと報告されている。半健康人と思われる成人男女12名に通常量摂取3ヶ月試験を行い、体重、福井、BMI、 体脂肪率を測定し、血液性化学検査を行った結果、体重、BMI の有意な低下が観察される。また肝機能を検討するため、g o t g p t ガンマ g t p を、対象群を正常値群と未病値群に送別し、投与前後の変化を検討した結果、生活習慣病に対する支質、血糖レベルが減少し、肝機能を改善したことが報告された。 動物試験においては、ビーグル犬に対して 2G5G 放射線照射時に免疫の低下を抑制した学術文献が発表された。マウスでの動物試験では、キャナダーマルセダムマイシリアとアガリクスブレイジーミューディールの培地由来水溶性、抽出物の放射線による生存時間の短縮予防と象徴細化障害に対する放射線誤作用の学術報告がされている。 また、ベータグルカンの放射線に対する機能性検証について、マウスに 9.0G 照射後、生存率の検証を行った。白血球、血小板及びヘマトクリット値の回復を向上させ、マウスの内因性多能性増血幹細胞数を増加させたと報告されている。結合している増血線具細胞の増殖を促進し、白血球の回復を促進し、 マウスの生存を増加させたという学術文献も報告されている。アガリクス製品によると思われる副作用では重篤な、肝機能障害で死亡した症例が報告されている。厚生労働省の判断では因果関係がはっきりしないとされている。2006年2月13日に市販の1製品でガンプロモーター作用がある成分を含む製品が 報告され回収される騒ぎに至ったが、含有するのは一部の製品であった、厚生労働省で主権した三つのうち、二つには、ガンプロモーター作用がないことが確認されている。販売中止に伴いすでに流通していない。その他の製品においては、厚生労働省において、一般食品同様に情報収集を行っている。ただし、2009年7月3日に、 厚生労働省から都道府県知事等に対し2006年2月13日通知発表以後健康被害の報告はないと通知されている。癌の治療を受けている患者において肝障害が発生した健康被害の報告もないと通知されている。姫松竹と肝障害の関連を報告した3つの症例報告がある。国立健康栄養研究所は 人での有効性と安全性については信頼できるデータが2018月現在見当たらないとしている。日常生活で摂取される食品と同等のものであり副作用が起こる可能性やその危険性は低いと言える。安全性情報では2年間に及ぶラット発言性試験において陰性を示す結果が報告されている。品種、栽培条件によって安全性。 機能性成分が異なるため、個別製品ごとに評価する必要がある。製品を利用する場合は、医師や専門家に相談することが推奨される。2003年以降、日本の国立医薬品食品衛生研究所が、国内で流通するカキア上がりス製品について検査した。その結果、ラットに対する中期多臓器発がん性実験で、発がん作用を助長。 促進する発言プロモーター作用が、キリン細胞壁破砕アガリクス下流に認められ、他の2製品については、プロモーション作用が認められなかった旨を2006年、平成18年2月13日に公表した。このため同日中に、キリン細胞壁破砕アガリクス下流の販売停止と、回収をメーカーに要請し、キリンウェルフーズはアガリクスを含む、 全製品の即日販売停止と回収を決定。この事態はセンセーショナルに報道され、1990年代から続いたアガリクスを取り巻くサプリメントブームは急速に縮小した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。